どうも、執行部部長のマイケルです。まあ、今回はちょっとショートショートムービーですね。今日なんですけど、ツイッター <laughs>、今日なんですけど、執行部のツイッターに質問箱を設置しまして、そしたら質問をいただいたので、それにお答えしようと思います。では読みますね、質問から。質問です。 マイケルさんは昔から絵がうまかったんでしょうかあ、うまかったんですかじゃなくて、上手だったんでしょうかそれとも受験勉強の時からでしょうかあと、リクエストなんですけども、進撃の巨人のアニ・レオンハートを描いていただけないでしょうかという質問ですね。はい、ズバリお答えすると、高校の時から絵はうまかったです <laughs>。と言いたいところなんですけど、 まあ先日実家に帰る機会がありまして、まあ、そこで当時の絵とかを見つけたんですね高校生の時の絵を見つけたんですけどもうバチバチに下手くそでしたね <laughs> まあ下手だったんですよ結構、まあ、でも当時の僕からしたらうまいと思って描いてて、まあ、でも本当に気持ち的には今と同じくらいの気持ちで描いてたんですけど まあ見た目は現物は結構もう下手くそでした本当にひどいひどいなーってくらい下手でした、まあ、現物持って来れればよかったんですけどねちょっと最後風邪ひいちゃってもう何もできずに、まあ、極力荷物を軽くして帰ってきちゃったんですよねでお見せできなかったですねまあ機会があればまあ卒業アルバムとかも見つけたんでちょっと まあ、変なんでね、若干変なところがあったりするんで、そういうの見せていけたらなと思います。質問ありがとうございます。あと最後の <laughs>、進撃の巨人のアニーレオンハートなんですけど、まあ、進撃の巨人は見たことありますね、もちろん。僕がね、<laughs> アニーレオンハートってなんだろうって検索しましたね。あとこれリクエスト言い忘れてたんですけど、リクエストを ままああんまり募集してないです今 <laughs> ちょっとねまあ、心が心がちょっと闇闇に突入してまして今でちょっとイラストリクエストは本当に心の負担が大きいので今あんまり募集してないですまあでもありがたく頂い,いたんでちょっと、まあ、若干ね筆シャシャシャッと走らせて <laughs>。 アニレオンハートさんを書きましたね。もうもはや誰って感じなんですけど、<laughs> ま筆ペンでシャシャシャーっとちょっと書かせていただきました、うん。リクエストありがとうございました。質問もありがとうございます。まあじゃんじゃんこういう感じで質問していただければ答えられるものに答えていきますので、まあ、ぜひ活用してみてください。ありがとうございました。 ということでご視聴ありがとうございました。また。<laughs> また。